さあ、今日もね、はい、なんかずっと鬱陶しいからな、天気の方がね、はい、鬱陶しいからなって自分のこと言うんだ。私鬱陶しいのかなと思ってよかったです鬱陶しいからって、えらい目を見開いてお前のこと鬱陶しいやから開口一番言うわけないやないかそんな、はい、そうですね、とりあえずもうね、11月に入ってしもうたから、はい、あと2月今年も終わろうとして、うん、はい、年末の打ち合わせだやれなんたらで、はい、まあこんな時期かとか、はい、こんなんなのかとか、うん、あっという間やね、もうほっと気がついたらね、この間もあのサンマスマップが恒例のね、はい、あの日本テレビでやってるやつと、はい、サンタクと、はい、明石家サンタとか、うん、もう恒例行事がね、打ち合わせ来るわけじゃないですか、うん、あらもうこんなだってしまったなと思って、あっという間に、ついこの間だった気がします。気をするするする。なんか君らはまだまだ時間感じるのはね、うん、遅いやろけども。もう50過ぎてから特に感じますよね。早い、本当に。うん。だから君らの 2.5 倍か、2倍か。2倍、2.5 倍感じてんねん。じゃあ3ヶ月ぐらいしか過ごしてない気分いや、一応、11ヶ月ぐらい過ごしたんだ、俺、うん。そうそう。君らの3ヶ月過ごすのと俺は1年過ごすの一緒やで。あの、脳は。君らの3ヶ月ああ早かったなー言うてんのと、はい、俺らが1年ああ早かったなーって言うてんのと同じ、1歳児の年齢にかけていったらいいからね、1歳児の時間の流れよりも50歳は50倍になるわけですから、そうらしいのよね、脳って、とにかくね、もうやっぱりもう52年今犬を飼おうかどうかすごい悩んでるんですよ。大変ですよ、でも。わかるよ、まあ大変。ただそこにはね、あの、ティーカッププードルっていう。ああ何ですか、それ。ああ、かわいい。本当にこんな中に入るんですよ。そう、ティーカップなんですよ。ちっちゃいんですそんな俺。今すぎるの。女の子好きやね、今ティーカッププードルで。超好きですね。かわいいですよ。まあ、あんな、反則技の犬やからね、あんなちっちゃいの顔。そうですね。もう今女の子ティーカップボード買いたいんだろ、うん、なあ、もうあれだね、親方もうものすごく買いたいの、ずっと買いたくて買おうってなってたんですよ最近お家で、うん、でもあのお家のマンションの契約書に、うん、あの買ってもいいですよとか書いてなくて、うん、だから買おうと思って予約までしてたんですよプードルを、うんうん、ティーカッププードルを、あのトイプードルだったんですけど、うちはで買おうと思ってたのに契約書が2つに分かれてて、うん、もう1つの方にダメって書いてあったから買えなかったんです。もう一つの方にダメって書いてあったらどういうことなの？あのペット禁止って書いてあって、うん、ペットあかんやんか。そうなんだから無理やん。無理だったんです。予約までしたのね。そう、予約までして名前も決めてたの。でも入る前にだって言われるやん。ペット無理ですよ。そうそう、ダメですよとか、ペット可能のマンションとかあるやんか。言われてるよ。ペットダメ、ペット可能とかいうの。お母さんそんなこと言ってなかったもんね。そうなんです。はい。すごいショックだったんです。すごいショックだった。名前なんてつけたの？ミルクリン。何やねんそれ。すごいそれ。ミルクっぽいんですごい。で、ミルクリンにして。何が白のポードルか。茶色です。茶色でいいレッドだよね。レッドです。あっちもおかしなっとるのなあ。いや、あの、あれやろ。一番ポードルの人気のある、レンガ色のやつ。そうなんです。ほんと目がクリクリしてて。うんうん。すごい可愛かったんです。ああ、それを買おうかなと思って。なんでミルクリンって、それミルク何もないやんか、イメージ的に。なんか、もうミルクっぽいんです、とりあえず。何がや？いや、で予約しに行ったん？予約もして、あの、うん、契約代も払ってたんですけど。嘘？はい。でもやっぱお家がダメだから、うん、すいません。あ、手付金払ったのかもう、はい、あの買い手が次の日に決まってしまうか分からんから言ってた、はい、あれドーンと早押さえなあかんでな。そうなんです。この犬気に入ったと思うと、はい、ドーンと押さえな、どんどんね、はい、あれしてしまうから、はい、それからティーカップウードルやったら君も買えるんじゃない、バレないんじゃない、あんなちっちゃいの。いやでも、買えても聞こえんやん、そんな小さい。そうそう、肺活量もないから、肺活量もないしちっちゃいですからね。うん、でもいや、嘘つきながら生活したくないじゃないですか。なら、あの、マンション、ベッドを買ってもええマンションに引っ越したらええねん。そしたらな。そうですね。でも、うん、それまでに多分あの子きっと誰かに。もうそれ、とっくに、それね、いつの話だ、それ。1週間、2週間ぐらい。それぐらい、たったそれだけまだ。はい。でも、おれへん、そんなそうそう。もう無理や、そんな可愛らしい犬は。そうそう、人が見て可愛らしいっていうのはもうすぐ書いてつくからな。誰見ても可愛いから。そうなんです。あ、顔つきあるからな。ありますね。犬ってな。同じ種類で同じやねんけど、パッと目が合うとかな。第一印象で決めましたもん。
え、お前どこも。はい。カップで何が。大珍賞で。そう、ほんまやね。振り向きよったらずーっと見ていたりとかいうの。そうなんです。あ、そうなの。さゆみのこと好きなんだなって思いましたもん、ミルクリン。いや、でも買うてないねやろ。ね、自分の話持ってきすぎやで。買うてもないのに。どうぞ。あの、俺白違うし、ミルクにやめてあげてくれない。あの、俺のコーヒーリンにしたんや、コーヒーリン。茶色やし。カカオリン、カカオリン。カカオリン。カフェオレンするって言ってたんですけど。カフェオレン。あ、カフェオレってのは芸能人の、誰かの、犬の名前、カフェオレやと。へぇー。それトイプードルや、それも。はぁー。誰ですか。ちょっとわかんないんですよ。じゃあどっちですか。いや、ほんとほんと。カメオレって言っとったから、カメオレそうなんだっていう。だから、それあれよ、川島直美さんの犬はシナモンでしょ。ああ、シナモンの色してるから、シナモンっていう名前にしてるらしいけど。そうやね。それをね、長澤まさみちゃんもぜひ買ってくれと。あの俺がいない時にね、うん、旅行とか、はい、行った時に私が預かりますって言ってくれてるから、買おうかどうか悩んでるわけ。やっぱりそれ女の子に今一番人気やな。うん、まあ確かにあのコマーシャルは聞いたよな、あのティーカップから出てくるな。あのコマーシャルがインパクト与えたよな、あのトイプードルってことで、あのティーカッププードル。どんどん小さくね、昨日俺獣医の人知ってるんで、はい、あの獣医の人に聞いたんですよ、はい、あの女性の方なんですけども、うん、あのちっちゃい犬でこれトイ、ティーカッププードル早く死ぬんじゃないかっていう話をしたんですけど、うん、ちっちゃい犬の方が長生きするらしいね今。え、嘘。まあまあまあ大型犬のちっちゃいのが長いです。なんでだろう。そうなんですか。らしいわ。だからちっちゃいあのね、あのあんなちっちゃい犬早く死ぬんじゃないかと思ったら、あ、間違いですよ。ちっちゃければちっちゃいほど長生きするって言って。あ、そうなんですか。大型犬は大体10年。うん。で、あのちっちゃい犬チワワとかやれ、はい、なんとかね、あの辺のシーズとか、はい、あの辺は15年でしょ今、はい、平均寿命がね。だから、うん、15年もあんなちっちゃいのがいてたら可愛らしいしな。もうそんな悩んでんね。でもまあちっちゃいから捨てるときでもね、すぐポンと捨てれるからね。捨てないですよ。なんで邪魔になるときあるやんか。なんないですよ。だから分かれへんやんか、ポンと捨てても河原の方にポンと。分かるわ。分かれへんて。かわいい。竹破りポンと置いても分かれへんやんか。分かる。じゃあ本当に。ちっちゃいからな。はい、どんな風になるのか、ただの。うちもううちの部屋でほっといたらもう運動するらしいねんけどね、うん、そうですね、散歩とかしなくてもちっちゃいからそれだけで。そうやね、うん、そんな気分は欲しいの。はい、いやでもまたそれ考えたらあんまり遊びに行けなくなりますね。考えたらうち帰んないか、うん、やっぱこうなんか、いや持ってあるけどもポケット入んねんから。あ、じゃ仕事場とかにも持って。いや、まあ、ポケット入んねんから。ポケットに入れるんですか。また犬迷惑ですよ、朝までまたカラオケ連れて行かれて、どんちゃんやられて、大きな声張られてやで、寝る間もないのにポケットの中でピョン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 ジャンプされたりやで。毛抜けるやろな、毛抜ける、毛抜ける。はよ死にますってそれ。うん、歌って。ストレスになっちゃう。うん、まあ、夜中のカラオケとか連れて行かないけど、あの、車の中でもダーッとね、もし現場とか行ったら、十分大丈夫やろしな。ちっちゃい顔で済むやろし。うん、もう、要するに、セカンドバックぐらいで。いいの。うん。これだって広いぐらいだからね、この声どこやったって、ティーカッププード。これ出られへんんだ、あいつ。その犬。うん、出られないですね。ここは帽子みたいなね、あん中でもポンとほんま入るような感じ。はいはいはい。そうですよね。わかれへんよ、ほんまに。こんなんですもんね。あ、そう。子供に大きいもんね。うん。あ、大きなとこれぐらい。要するに、30センチぐらいなのかな、25センチぐらいなのかな。それぐらいやね。うん、これ正剣らしいね。これ。ちっちゃってこんなやろ。はい、ほんとちっちゃい。やっぱお前ら食いついたか。もう大好き。やっぱ食いつく思たいんや、この。今、この話の若い子全部食いつくから。はい。親方もうそんなに犬が飼いたいの、うん、はい。もうティーカップードルの本とかも買ってて、しつけようとか。うん、買ってたの。買ったの？はい。だからあげますよ。あの、買えなくなっちゃったんで。なんでマンション変わったらいいやんか、お母さんに言うて。おい、しつけようって何なの？ティーカップードルは違うの？しつけようは。あ、トイプードルの、なんか、お、しつけ方ってあんの？また違うの？他の犬と。わかんないですけど、そういう本が売ってあったんで、一応買ってみました。うん。え、どういうことに気をつけようって書いてあるの、それ。えっと。読んでないの？
やりました、やりました。読んで覚えたんですけど、買えなくなっちゃって、すべてその知識を捨てちゃいました。ちょっとぐらい残っとるやろ。ちょっとだけ残ってるやろ。ちょっと残ってんのね。はぁ、そうなんだっていうところ。あ、うん、そうなんだっていう。あったかなぁ。うつどりしてろ食べ物とかそんなんか。あ、でもなんか自分で手作りの料理もできますよ、みたいなのも。いいのが作るの。あ、違う、人間が気づく。手作りの料理作りますよ。ドッグフードとか、あの、売ってあるやつ。フライパン持ちにくいよね、でも。いいのな。フライパン絶対持ちにくい。絶対もいいや。思ったの、中華鍋なんかマジで。絶対落とすわ。そう、落とすし。イライラして自分が入ってまいよな、それ。人間がですね。わかってるわ。人間が作った食べ物を与えてもええの。はい、なんかあの、やっぱりドッグフードとかだと栄養が偏っちゃったりとか、うん、あのなんか太りやすくなったりとか痩せやすくなったりとかそういうのが。でもあかんとか言うやなんか塩分が多いから。でもそういうのもちゃんと考えて、うん、煮干しとか、うん、ささみとか。あ、それやったら売ってるやないか、それ。それはなんか、なんか愛情ですよ。うん、え？愛情ですよ。言ってあげるのはい。あ、それを作ってあげろと。はい。煮干しって干すだけやないか。あんなもん生ず。確かに。だからそれ苦労して可愛がってあげるっていう、うん、なるほど、はい、家のベランダで煮干し干せと、はい、下田に行って、うん、ああいう網こうてきて、はい、あの干せということを書いてあったわけだ。そういうのから書いてありました。はあ、うん、愛情を持ったらまあね、はい、苦労すればするほどやっぱ愛情あるからな、はい、そういうもんなんだ、はい、そんなに書いたかったんだ、はい、ミルクリン、ほんで俺あのと、ティーカッププードル買うてミルクリンっていう名前しようかな。あ、連れてきてくださいよ、うん、何をここへ、ワンちゃん、うん、ちょっとミルクリン会いたい。いや、ミルクリン会いたいじゃん。勝手にミルクリンって言われてもやな。あ、でも呼び名があるんです、ちゃんと。何や、ミルミル。いや、ミルクリンっていう 本名ほんなミルミルでええんちゃうか。でもミルクリンっていう名前なんですけど、ミルミルって呼ぶのが夢だった。ほんなミルミルっていう名前でええのちゃうか。そしたらじゃあ本当はミルクリンなんで、そういう説明をいろんな人にしたかったんですよ。お家に来てくれた人とかにも、あ、ミルミルって言うんだねって言われても、いや本当はミルクリンなんだよっていうのが夢だったんです。ちっちゃな夢ぶら下げやがって。でもできなかったんですね。そうなんです。お前また記憶取ったな。嘘。やっぱ絶対言われると思ったんです今日。え、なんで？ずっと今日言われると思ってて、だから。嘘。はい、なんで？そうなんです。なんでよ。日によってやっぱ違うのか、若いから。あの台湾に行った。台湾に。台湾に行ったんです。つまり台湾人になっとるやん。台湾に行ってきた。はい。そこでちょっと、はい。何食べた？何食べたん？小籠包。小籠包食べたら太んの、お前。食べた、たくさん。たくさん食べました。美味しかった。美味しかったです。うわ、ハウチーでした。え、ハウチー。ハウチー。美味しいわ、ハウチーって。ハウチー。ハウチー。あ、覚えたんだ。はい。君ら、台湾に行って。はい。どうやったのね、その台湾は。台湾のファンの人は、女性が多かったです。多かった。すごい熱狂的で。日本だと男性の方が多いんですよ、やっぱり。うん、でも、キャーっていう黄色い声のが多くてびっくりしました。へぇー、不思議なもんやね、はい、国によって違うんだ。違うみたい。あ、タカシまだまた声枯れてるやないか、お前。枯れてないですよ。お前あれのやってるわ、あれ。はい、持ってきました、ちゃんと。あ、そう、はい、あれちゃんとやった。どうや、肌とか綺麗になってないか、お前。なってます。じゃあどっちや。何ですか、お前の手応えとしては。なんかやっぱりええかとか思う。あれええなとか思うの。美味しいです。じゃあ美味しいです。味だから元気になるとか、肌のツが良くなるとか。はい、元気です。なってきた。はい。え、だやろ、毎日、はい、毎日飲んでるあれ。はい。ほんまか。はい、一滴。一滴、おあればええね。あんま食べすぎんなよ、お前。小籠包になってきてんの、ね、お前、小籠包。うそ、お前、ふたすの。小籠包になってきて。やった。モーニング娘。の高橋愛斗。一滴ちゃうね。小籠包や。全逆のコーナー、イエーイ。というわけでね、こちらアメンボさんからいただきました。はい、全逆の皆さん、こんばんは。こんばんは。そして先月26日、高橋愛ちゃんがハロプロ勢では最多となる8冊目のソロ写真集、はい、水を発売しました。きっと韓国台湾土産と一緒に持参のことと思います。ショートカットになっての初の写真集ですが、いかがですか、さんまさん。
ロケ地バリ島にも韓国台湾での裏話がありましたら教えてくださいってことですけども、はい、ただじゃあもうじゃあもう悪いよ、もう不安に本当に申し訳ないけどなんもいらんわ、もうじゃほんまに、あ、なんや、胸強調してるやないかい。してないですよ。胸な、方針、胸強調してるやないかい。してないです。なんでやねん、これ胸やろ、これ。これ何や、これは。そしたら。これ胸やないか。まあ、そうですね。胸強調してるやんか、これ。してないです。かわいい。じゃ、なんでや、胸を強調したら、方針なんだよ。まあ、見てください、中を。全然胸ばっかりや。ちゃんと、愛ちゃんを見てください。愛ちゃんを。これわざわざそうしてんねん、今回の写真集ね。知りませんよ。そうやって、お前、基本マネージャーとお前、写真、その本屋さんに聞け。今回ちょっと本屋さんにですか。そう。あの、本屋さんに聞けと。教師、胸できまよかとかいう話してはんねん。じゃあ、ほんまやな、こんな珍しい高橋ね、こんなお前、胸寄せてこれ、もうえらい苦労してるけども、お前。釣り上げとるやないか、これ。釣り上げとる。もういいですよ。じゃいいですよじゃない、いいんですか、いいんですか。そんなに人を好きになって、あ、色っぽい、あ、これ高橋岩みたいな。本当ですか。これあれみたいな、なんかあのなあの、や山口萌えです。ああ、わかるかも。じゃあこのまね。山口萌えです。うまいな。うまいな。ほんまに。千の声というか、千の喉を持ってる男やな。あ、ほら見てみ、これ。え？まだあかんな。何があかんのですか。水着、まだまだやな、お前。はい、そうですね。これ。かわいい。あ、ジャンプじゃ。ショートカットで初めてなんだ。そうですね。あ、色っぽい、ちょっと色っぽくなって、徐々に。徐々に色っぽくなってるんだ、これ。お、高橋、これ、真面目に仕事してるやない、これ。うん、な、真面目に仕事。真面目ですよ、何事も。ええ加減がええねん。あ、そうですか。あ、うわうわ。いいね。なんかわいい。ああ、高橋、やっぱり、お前写真集の顔ええよね。あら。マジでベッドに寝たり。これ、この顔や、この顔。どれ？この顔。あ、庄司好きだ、これ。この顔はいい。あ、本当ですか。うん。かわいい。あー、なるほど。はい。あ、俺この顔好きや、これ。あ、さ、一緒で。嘘。はい、一緒。この方も一緒。え、ショロポも一緒なの。ショロポ。ショロポも一緒なの。あと、バリの。ちょっと、ちょっと答えなくなったよ、親方も。ショロポはやめて。ショロポやめてください。ショロポはダメみたい。親方の言うせでも、この小籠包と親方の境目ってどの辺なの？あの、親方は返事するけど、小籠包はどの辺でダメなんですか？なんか熱そう。やけどしそう。熱そうやもんな。うん、やけどしそう。ダメですよ、だから。あと、バリのお土産で。バリのお土産。え、はい、バリ、バリ持ってきたん？これバリで撮影したんで。ああ。え、何？あ、そうだ、バリから、写真集が出た時に持ってこようと思ったのか。でも、まだ言ったらあかんかったんで、持っといたんです。あ、なるほど。あんなが、ラジオで行ってえ時と。はい。あと、これ何やこれ。それ、灰皿です。あ、灰皿か。灰皿です。すごいよ。ハート型、粘土型板じゃないのこれ。違います。しかも足跡ですよ。熊の手。足跡です。これ韓国のお土産です。すごいたくさん。あ、これ灰皿なんだ。あ、すまんな、気遣われて。いえいえ。あ、俺言うたやつ言ってきたか。はい。おおお。何ですかそれ。え、布巾布巾。布巾？あ、それ可愛いよ。あ、この T シャツ可愛いわ。だからお前初めてのヒットや。あ、可愛いですか？本当。土産では。パチモンって言ってたんで。そうそうそう。ジミーちゃん、ジミーさんの、ジミーちゃんだって、ジミーさんの。ジミー・ヘンドリックの。あ、そうなんジミー編やろ、これな。あ、そうなんですか。ジミーって書いてるから、ジミー編の、要するに。あ、そうなんですか。知らなかったのか。知らなかったです。うん。ギタリスト。あ、そうなんですか。え、それは、庄司さん見かけました。おぉ、これ。あ、幼児になってるわ。これちょうどチャーハン作るときは髪の毛入れるんだよ。ちょう
青だよこれ。白がいいと思って白めっちゃ探して、あの商品のことよく分かってる、はい、うん、よく足分かってきたな。はい、いろいろやっぱこうね、あれこれジミー・ヘンドリックスのジミーだ。あ、よかったですか。お、むちゃくちゃいいこれ。あ、本当ですか、よかった。めっちゃ探し回ったんですよ。だって俺この間あの、またあの、どこのメーカーか知らんけど、はい、ミュージシャンの昔の、要するパンフレットとか、はい、ツアーの時の T シャツをリメイクして今作っとんのよ。先週着てたよ俺、キッスのやつ。私先週はいなかった。あ、いなかったのか。うん、あのキスとか、うん、ジョン・レノンとかのやつ、俺がよくミュージシャンのTシャツ着てたよ。U2 とかのやつ。U2 のやつ。あ、あのがまた出しよったのよ。あ、そうなんですか。だからこれすごいよ。この間に入って、こじめは。やったー。これは大ヒット。高橋にしては大ヒット。はい、うん。これはええわ。よかった。うん。どうやこれ、かわいらしいもんな、黄色い。すごいかわいいと思って3色あったんですけど。嘘、うん、全部ここで行ってくれたのに3色、そしたらこれ。でも頑張って値切ったんですよ。それは厳しいわ。頑張って値切ったんですよ。あなた全然買ってきてないよ、高橋の。うん。なんで見つかってけへんねんとか言いながらでも。ねえ。高橋のもう、すいませんでした言う、ああ、買ってきたのって全然買ってきてないよ。もうここ3、4年。高橋出ないで。あ、本当ですか。お前やっとや。お気に入りのやつ。よかった。買ってきた。いっぱい買ってきたんだけど。なあ、よく買ってきてるよね。何それ、少女お前。それ、チャーハン作ると思ってた。え、胡椒とか、あの、うん、胡椒と塩の。あ、胡椒と塩入れ。はい。塩とか胡椒入れるやつ。はい。あー、なるほど。俺、な、神、味のことないのよな。味のことないんですか。自分で買え、味のことぐらい買えるやろ。お前の収入でも。はい。いや、これいいわ。これを、これはもう、この T シャツ可愛いですよ。サマさん似合うわ、それ。俺絶対似合う、これ。はい。うん、あと何色があった？合うかな。あと白と。白も良かったな。あ、白もいいな。でもその色が一番その髪の毛が目立ったんですよ。あ、黄色、あ、この黄色。はい、色合いが一番可愛くて。うん。あとは白と。白と。ちっちゃいんちゃうか。何色ありましたっけ？いや、全然大丈夫ですよ。あ、可愛い。いけます、いけます。グレーがありました。ますよね、あ、うん、よかった。ね、どうや、これ。すごい、サイズぴったし。ぴったり。ぴったりやな。うん。すごい。ちょっと、キューブってけど。もう一回言って、ちょっと、もう一つ、大きいサイズ。いや、ワンサイズだったんですよ。また韓国行けんのか。はい。韓国もう行けんのか。ああ、でも行く機会はあると思います、また今年。今年来年。今年行けよ。今年はもう2ヶ月しかない。マリちゃん、なんかいい、ブッキングしたね、韓国のなんか。そうそう、今日は忙しいんか。今日は忙しいですね。忙しい。2時間で着きますけど。うん、今から無理か。今から、成田まで一発で行ってやろ。明日も。あ、見とくわ。お前韓国行けよ。韓国、はい。また行ったら買ってきます。お腹いっぱい買ってこい、こんなやつ。はい。これ、これええわ。よかった。かわいい。すっごい悩んだんですよね。おー、久々に行ったや。やった。さすがや、高橋。あれだからね、俺、いつもあの、着てる、ミュージシャンのやつのシリーズの中にこれ入れたら、びっくりしよるわ、多分。へぇー。え、地味縁のもあるんですかって言うやろ、多分。そのファッション業界に詳しいやつ。へぇ、うん、好きなやつを。へぇ、よかった。これはいい。これ、白も買うてきたら、買うてきて。買うてきたな。今度。はい、探してきます。ねえ、これ、ショロポン。ショロポンはやめてください。なぁ、ショロポンほんま嫌みたいです。すっごいまた怒ってる。なぁ、ショロポンやめてください。あ、怒ったらまたこう、湯気吹いたら余計ショロポン。なぁ、余計ショロポン近づくから、気ぃつけよ、お前。あ、高橋これかわいいかわいい。かわいい。はい。でもまあまあ、容姿は完全にこれ胸強調してるわな。ちっちゃ。すいません。こちら。いただきましたのは、カツ丼セット大盛りからいただきました。全体の皆さんこんばんは。こんばんは。やっぱり庄司さんのジンクスは本物でした。うん、この度、ミスタードーナツの一部の商品に賞味期限切れの食材が使われてたということで、うん、販売中止、嘘やん。どうやって販売中止になったの？あ、セーフ。もうこんなんばっかり、今もこんなことばっかり言うとんな、もう。こんなんやりだしたってもう気になっちゃいますか。気にない。もう暗黙やねんけどな。ほとんど気にない、こんなこの商品は庄司さんが出演した CM の中で唯一、相武咲ちゃんと絡まずにピンで展開されており、弁解の余地はないと思われます。うん、大竹忍さんに珍しく面白いと言っていただいた貴重な CM でしたが、まさかの状況で正直怖くなりました。
今後庄司さんの CM オファー来るんでしょうかっていう、こういうジンクス作ったら出てこないよね。これもう来てますけどね。嘘、違うの。え、何や今度。え、何、秘密。いや言えよなあ、言えよお前なあ、言えへん。何やね。いやいや、まだ今度言います。なあ言ってくれなあ、はい、俺もそれ出られへんか。俺もはい、そのつもりだってギャラが合わないと思いますそう、 CM 入った、正直もうこれ賞味期限切れの話ばっかりで、大手大手がもう大変やろな、あら探したら全部出てくるやろね。よかった、笑いに賞味期限なかったね。じゃあお前あんね、もうこらこらお前もう超に切れてるで賞味期限マジで。よかった、笑いになかったでもお前たちええねん、あの乾パンみたいな芸人やからね、あの乾パン芸人って誰がやねん誰が乾パン芸人やねん。切れててももう食べれんねん、なんか知らんけど安いねん、もうあっちない。でもこれ食べたしゃあないなっていう時の向きの芸人やな、はい、ああコッペパンとかそんなんやなコッペパン乾パン美味しい。でも、ありがとうありがとう言ってる場合ねもうすごい。だからあの要するに雪印の大昔にね、ミルク、ね、牛乳以来また森永、雪印やったよね、あれね。でも雪印、まあ、雪印もあったった。だからその辺から富士屋行って、あ、もう白い恋人から、もうだから、いろいろ、ね、赤服、赤服が赤言うたら、今度は五福餅ってね、同じような、あ、そう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 、赤福餅は300年で、五福餅は270年で伝統、ほんで真似してるやろうと言ったら、全てが全部真似しとったやつからニュースでもやってましたけど、いやいや、なんか、うん、あれはね、暗黙の了解みたいなとこがね。でも腐ったもんじゃないですからね。そう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 、うん、これがやっぱり何か、世間にね食中毒起こしたとか、うん、そんなんならわかるんですけどもね、うん、みんな悪気はなくやってらっしゃるんでしょうね。あれ多分いけるっていうのでね、うん、いけるっていう判断のもと賞味期限を打ち直してるのはいけないけどね、もちろん。うん、ね、この難しい、ね、あれ お肉でもあのスーパーに出してあのパックにした時点でなんか何日間か決まってるけど、あのスーパーに出さんと小売店があの肉でも釣ってるんやったらもう30日から40日は全然大丈夫なんですよね。あ、はい、だからパックにした時点で賞味期限っていうのがあるから、あれもなんかちょっとね、これだからややこしいなところある。法律を変えなきゃいけないかも分かりませんね、うん、あのいろいろ賞味期限とかこんだけ問題になって、うん、これだけ大変になると、まあまあいけないことしてはんねやろうけど、うん、あのね、あの家族とかいらっしゃる、はい、それで生活してらっしゃる方が収入なくなるのはね、うん、大変。だからタバコもあかんあかん言うて、タバコであの暮らしてる人いっぱいいるわけですからね、うん、それがあんだけダメダメって言われたら、うん、生活の問題になってくるからな、うん、この辺はちょっと考えなあかんよね、いろいろね、はい、でもまあね、しゃあないわな、こればっかりは、うん、ルールを破ってるからな、うん、でも賞味期限切れてもこうして庄司みたいに頑張ってるっていうのをね、うん、お前賞味期限切れ芸人でこれから行け、あの、ありがとうございます。滑り芸に、いや日本を救えよお前今なあ、滑り芸開発人間、滑り芸開発はあかんから、賞味期限切れ芸人で、お前徹子の部屋行け。なんですか、賞味期限切れ芸人でもこんだけ頑張ってるよ言ってだから見てる方は、あ、賞味期限切れてやっぱり美味しないな。でも考えたら、うん、ああいうなんかね、あの考え、あの表示、うん、ああいうのも考えたら、さんまさんなんかでも考えたら、ほらクラブなんかとかスポーツなんか100ほどやってるような感じなんけど、もう全部ほんまパクられなきませんもんね。どれ、俺が、はい、俺が警察にパクられなあかんの、はい、絶対。なんでや、なんでや、はい、なんかいろんなことあのやってきた、どやってきてるやないか、俺は話全部ほんまやないか、俺の話ほんまですか試験にやってもおかしくないですよ。だから俺はほんまや、今日さんバイトしてやりましたとかよう言うてるけど、俺はバイトしてましたか、バイトしてバイトしてた姿一回も見たことないですよ、悪いけど。でもバイトのあの種類もうほんま7、80は してますもんね、話の中では。そんなあれはほんまや、
ほんまですか？小学校ほんなら2、3年くらいからもうほとんどバーッといろいろ、毎日買い取ったんですか、バイト。10冊ですよ。ほんまやもん。ほんまやもんじゃないな。パン屋もん。パン屋もんやったかバイトして。俺これお前パン屋でバイトしてたよ。俺、いきなりホール主任が、1週間でホール主任になったりて、お前。パン屋でえらい話題になったんやから、お前。すげえ。すごい、俺肉、木村屋の肉まん、井村屋か。井村屋の肉まんあんまん、街頭で、うん、その店の記録や売り上げ。すごかったんやから。だって、肉まんあんまんの呼び込みなんかまあないやろ。めったに。それやってたんやから、俺。どういう風にやってたんですか？え？それはお前らが想像して。いや、おじいちゃん、肉まんあんまんなんかこんななんか言っとったんですか？お前見たこと言え。肉まんあんまん、ねえ、あん、あんとか言わへん、そんな。そんなこと言わないよ。そう言いますか。うん。お前の、あの、あれやな、ホスト系が出てきたら、ラーメンイケメンっていうかいうやつ。ああ、なんか。ラーメン、そうめん、俺イケメンとかいうやつ。ああ、あれ、ちょっと言うてください。するなって。するなって。大丈夫。誰もそのネタでは受けてないから大丈夫。あの子よう滑ってましたもんね。あいつ苦しいよね。幅狭いから。はい、もう、イケメンだけですからね。もうタンメンとかそんなしかおまへんよ。なんかもう、麺でところあいつ喋られへんな、マジで。ああ、そっか。うん、ごめんとかね。ごめん、ごめん、なんやら、おめん、俺イケメンとかやってしょ、あれ。ああ、やってますね。あいつイケメンっていうのが、あれが。そうなんあと何だっけ、かっこいいとかなるのか。他に。何なんですかね。うん、俺はイケメンしか印象ないけど。私もそういう印象しかない。そうそう、何か言うとったな。こちら黒服のチャレンジャー。全力屋の皆さんこんばんは。こんばんは。先日ヤンタン準レギュラーの後藤真希さんが自身のライブツアーの最終公演でハロプロを卒業することを発表されました。はい、ファンとしてはショックだったのですが、今後の活躍のために前向きに応援したいと思っています。皆さん何か報告を受けたでしょうかという。後藤真希ちゃんがね、いろいろあって。はい。やめはったね、ハロプロ卒業。はい、はい、卒業。プロでやめてないの？はい、やめてないです。まだ。はい。で、ソロでやるの？そうですね。はい。違うおはがき行きましょうか。違うおはがき。じゃあ、いらんこと言わへんって言ってね。本当ですか？約束やね。守るね。守られへんから次のはがき。なあ、寂しいよね。寂しい、寂しい。でも、いつ、もう、卒業。はい、しました。もう、あ、もうしちゃったしたしましたよ、ね、ね。はい、この間の。あ、ツアー中にツアーの最終ファイナル。ああ、レンズ卒業しまーす、言って。はい。ごち泣いとったはい。泣いてましたね。うん。泣いてたはい。それダブルダブルアンコールぐらいやってた。はい。あ、そう。はい。はい。まあ、でも、ソロでやんだからな。そうですね。ソロでやってハロプロ入らないっていうことなのか。やっぱハロプロのコンサートとかもあったりするんですよ。うんうん、だからそういうところではもう一緒には、うん、できないです。なんで一人でやんねんのこのから。はい一人で。あれ嫌なのみんなハロプロ入んの。なんで嫌なの。嫌じゃないっていうの。あ申し訳ないね。違います。何や。お前ら言わへんこといっぱいあるやろお前ら俺に。全部言え。アップロントの秘密。秘密じゃないですけど、うん、意外と知ったら言えへんの人やから全部正直喋ってくれたら言わへん人やからなるほどなお前ら黙るから言いたくなんねんな言えよ分かったはい分かりましたなこんなことありましたあんなことありました、はい、言わなかんで分かりましたさんには、はいうん、こちらラジオネームちんどんてんしてんしゃんちんどんちんどんしゃんてんたん全然やるみなこんばんは。こんばんは。黒澤明監督の名作、隠し峠の三悪人が50年ぶりに再映画化されます。はい。嵐の松潤さん、松本潤さんが主演することが分かりました。そのヒロイン役にはさんまさんと結婚の予定である、長澤まさみさんが担当するとなりました。二宮さんに続いて、松潤ってあれ一緒のグループか。嵐か。あ、そうですね。はい。という新たなライバル、さんまさんの前に出現しました。うん。さんまさん今のうちに何か手を打たないと、長澤さんの心は離れていってしまいます。大丈夫、ティーカッププードルがいるからね。あれで心引き止めなあかんからね。でも、うん、もう決まりなんですか、これは。俺との結婚？いや、違う。映画です、映画。
いや、絵が。青川、お前、ぐいぐい俺に惹かれてきてるわ、お前、知らんぞ。でもそんな感じですね。せやろ、見てみよ、お前。いい感じなんだ。ええ感じや、お前。長さは、もう。どうしようかな、俺、ほんまに。ちょっと最近ね、夜帰ったら苦しいの、胸が。なんでですか、濃いですか、濃いですか。これ、濃いや。かわいいぞ。いや、俺、なんかこう、連絡とかは。まだ、今会うからやねん。それ終わってから、これでもお寿司食べに行きたいとか言っとったからな。でも、長澤まさみさんと結婚するなあ。お前もそれはお前。姉さんって言わなあかんど。僕、でも、まっちゃんと結婚する方が早いんちゃうかな、さんまさん。まっちゃん向こう離婚して。まっちゃんと暮らし出すんちゃうやろね。松尾バンナイ。松尾バンナイ、俺、女だ。女やったら喋れへんわ、あいつ。あんな汚いな。汚い。あいつ、ちょっとでもペダン食べたら顔、ボコボコ。2時間半の間に変身すんねんで。へぇー、あれ？あ、ピーナッツあかんねん。あ、そうなんですか？知らんとパッとなんかお菓子なんかパッと出て、うん、あの、あ、これ美味しそうですねって、知らんと食べたら、もうピーナッツ入ったらあかんのよ。あー。まっちゃん。おいで、知らんと食べて、喋ってると、新幹線が、新大阪から東京へ着く前に、横向いたら顔の形か。顔の形か。まっちゃん、師匠、何か、いや、まっちゃん、顔ボコボコに。それ何か。あ、さ、先ほどのクッキーにピーナッツが入ってたんでございましょうかね。お菓子多いですよね、ピーナッツ入ってんの。おいおい、だから、読まなきゃダメなんだよ。そうですよね。あの、後ろのパッケージを。ああ、なるほど。読まないで、パッと差し出されたものあるやんか。うん、ありますね。そういうのをね、美味しそうで、パッと食べてしまうよね。はぁ。ほんならもう、アレルギーの人ってのはそうへ、うん。うん、だってお前、昨日もブラックマヨネーズしちゃったけど、はい、吉田なんて、人、普通の人間が170っていう数値のアレルギー度やねんけど、はい、あいつ5500らしいね。はい、吉田。そうなんですか。うん。だから食べるもん、カニダメ、ナイナイダメ、もう、ダメやねん、かわいそうやねんけど。ほとんどダメですね。そうそう。すごい。だからああいうね、こう、皮膚、まあネタにしとるけどもやね。うん、ああ、なってしまうね。抹茶、うん、もそうやねん。こう、オリーブ油と、あれがあかんねん。ピーナッツ。オリーブもダメだ。オリーブ油、スパゲッティ食べたから、スパゲッティの中にバタンって倒れるの。あれも。それ、すぐ、復活するの。すぐ復活するの。あれ、そうなんですか。うん。いけた。そんな顔見たないわ。え、だってオリーブオイルって結構入ってるの多いですよね。野菜炒めとか何でも使っちゃう。そうそう、でも本人もずっと気づかつかなかったの。うん。あで、ニューヨーク行って、スパゲッティ食べてたら、それも食べて、みんなが大騒動してる最中に、普通に這い上がってきたのかもしれない。すげえ。すごい回復力。その時も非道だと思っていて、うん、それだから知らないかと思ったら、次、また次の年行ったら、アスパゲ食べてまた。また倒れたんだ。自分でわかんない手こう来た。倒れる、倒れるって。でも倒れるって言えないんで、倒れるぞ、倒れるぞ。また。声に出さないんだ。でもう2年目みんな慣れっこになって、わかんない。アスパゲ食べて、こう顔、うつ伏せになってみんな、それでさぁ、って言った。普通なんだ。普通なら、って言ったら、またこう、それ師匠、なんでございますかとか言って。そう。どうも、ほんま。だから人それぞれやからね、体なんて、ああいう人がいっぱいいらっしゃいますから、だからこれは、ねえ、気をつけなきゃいけないけども、うん、松潤っていうのは、だからまあ二宮がおるから、松潤。まあ何にもならへんわな、これ考えたら。うん、二宮と一緒のグループやからな。うん、で松潤と二宮は違うからな。ほいでね、顔はね、顔の質は、うん、ハンカチ王子の顔が一番好きなんですって、長澤は。ああいう、なんか塩顔。俺は醤油でしょ。だから塩っぽい顔らしいんですよ。ああいう感じの顔を塩顔って言うらしいんですけど。そうなんですか。ハンカチ王子の顔が、一番好きなんですって。あの顔的には。うん。だからあっさりさんの、庄司なんかそうやろな、塩顔やな、こいつ。うん。ほな、俺や。庄司さんの。お前や。俺ハンカチ王子や。違う。お前ハンカチ王子、違う。
そういうもんらしいです。で、好きになる人とタイプは違うみたいですね。わかるでしょ言われてる。お前も、あれやろ、タイプ、理想の人と好きになる人は違うでしょ。本当もきっとそうですよね。きっとそうですって何？よくわかんないです。好きになったこととか。まだ一遍も好きになったことないの？もうないですね。嘘。そうか、シール集めたらあんなことばっかりするもんな、お前な。そうですよね。もうシールもいろんな種類好きですし。せやもうタイプとかないわけもんな。はい。気分によって違いますし。不安もいない言ったもんな、この人いいなとか。みんな好きです。ね。みんな好きです。どういうことな。タイプってあるやろ。そう、タイプあるじゃない。こういう、うん、ほら、ちょっと細長いとか。顔が卵型とかいろいろあるじゃない。わかんない、全然考えたことないです。嘘やん。本当です。ですよね。いや、ですよね。何やお前、笑ってんの。お前タイプあるに決まってるやないか。あるやろ。お前もそう言ってコソコソしてたら俺は。コソコソしてないですよ。なんかあったら言いますから。おお、はい、お前嘘ばっかり言うからやな。嘘ついてないですよ。マネージャーもカチンと来てはんねやないかい。そうやね。カチンと来てるんですか。そうや、突然の噂とか困らはんねやないか。そう、ちゃんとマネージャーとかさまさんには言うとかんと。はい。特に俺には言うとか言ったら、フォローしてあげるからね、こうして。もし乗った場合な。週刊誌に言えへんから腹立つね。そう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 、さっき言うてくれとったらもうすっごいフォローしてくれんだよ。そうやね。それどれやみなのかどっちかよ。でもちゃんとフォローしてくれる。だから言うとけよ。はい、分かったな。はい、こちらラジオ M 大阪美男からいただきました。前代ちゃんの皆さん、こんばんは。こんばんは。先週の放送、さんまさんが今まで音楽番組やってないとおっしゃってましたが、22年前日曜朝11時から45分テレビ朝日で生田さんまのヒットマッチという冠番組を司会されてました。かすかな記憶ですが、外からガラス越しに見られるスタジオだったような気がします。さまた次回将来音楽番組のオファーがあれば、ぜひ、承諾してやってください。お願いしますという。おー、やってみやってたんですね。昔ね。うん、これはやってた。だから、一スタジオのスペシャル俺が司会やった頃もあるからな。それはやってんだけども。音楽番組。だから今も、新聞に俺司会会や紅白司会会まで来たのよ。と新聞紙面では、俺が、紅白出演があったね、ルーさんのバックバンダンサーで、出演が来て、長澤が赤組の司会者とか言って、はい、それだったらさんまが司会になるっていうので、俺の新聞に、さんまが司会かとか書いてあったんですけども、オファーも何もないねんけどね。もう白組は決まってんの？いや、まだ。赤だけな。一応長澤。いや、長澤も決まってない、決まってない。決まってないんだ。まだオファーも何もないだけし。なんで私なんでしょうか、ね、誰なんやろ、うん、誰なんだろう。でも決まってますよね、絶対中では。まあまあまあ、NHK 内ではね、だってスケジュール抑えたの。そうですよね。この時期やったら、11月。まあそれ発表しないでしょ、事務所には行ってるでしょうけどね、もちろん。来月ですもんね。なんであんな もったいぶんねやろな、こう、司会。司会やもんね、必要ないもんな、司会やのにな。そうです、ね、仲いいなのか、まだ今年もな。そんな気がしますけどね。なんかそんな感じやな、うん、まあ俺もな、音楽番組やらなあかんね、そろそろ。やってほしいです。あ、そう、はい、あ、お前らと会えるもんね、はい、スタジオとかでな、はい、うん、楽しそうですね。そうですか。楽しそう。でも音楽番組がそんな長い間トーク、その絡みもできへんで、うん、そうですね。でもあれが思んないよね、なんかな、すぐポンポンポンと司会するのも、いろんな、だから1時間番組で3組にしてほしいな、ゲストは。うん、歌番組ちゃうやん。トーク番組になっちゃう。いやでもね、俺は本当のさんまのまんまのセットで歌う歌手の人が異常にかっこいいから、うん、ああいうなんか部屋の中でそういう照明とかそう凝らずに、部屋の中で歌う歌番組はやりたいんですよね。なんかタクロさんとか何やってもらえたら、俺はフォークとか、いや、もうフォークがやっぱり一番ええねんけど、で今の拓郎さん の、 私は今日まで生きていましたの CM やってるじゃないですか、うん、あれもいいですよね、拓郎さんのあの声、やっぱりなんかああいうなんかやってほしいわ、うん、佐野さんちょっとなんか4畳半ライブみたいな、ちょっとなんか、そうそうそう、ああいうのがあればいいんだけど、そういうセットに合う曲が少ないからね、今な、うん、だから困るよ。でもアコースティックだけで歌ってかっこいいよね。いいですよね。うん。俺好きなのよ、さんまのままで。あのセットで人が歌わはんの、すっごい好きなの。
あ、こっちの方がええな、ああいうね、セット入れて、ね、お前ら踊りやるから。いいですね。あの、踊りは違う番組で踊ってな、うん、お前らもあの、な、アコースティックだけで歌ってもかっこええで。クワラさんなんかでも似合いそうですよね。うん、月の明かりとか何でも。まあそんな古い歌、わざわざ。なんか、いや、でも、あれいいじゃないですか。なんかね、ああいう。明かりは。そう、それそれ、なんかこう、セットのところに光がファッと入って。なんか、いいな。なんか、そういいな。そうな、もちろん照明は凝るやろけどな、そう凝らずにね、部屋の雰囲気を醸し出したまま、いいと思うんだけどなぁ、うん。だってこの間、ゆずが歌っただけよね。あの、うん、あれで、ゆずの歌でも あったもん、何セットや。全然。かっこよかったよね、ゆず。だから、あれ、ああいうのがあればええんだけどなぁ、うん。トークしながら歌、はい、適当に始めていくやつね。うん、そういう、さ、どうぞーってなしに、歌ってよとか言って、いや、俺は歌いますけど、いいんですか言って、思って。素敵、うん、次々、はい、お前らは無理か分からへんけどな、うちらは無理ですもんね。なあ、お前らほんなさんまのままセットのベランダで歌えよ、そしたらば、まあ、踊って歌いたい、いいですかねえ、うん、動きのある人はベランダやなあ、あーもう最後ちょっと適当に歌ってとか言って、うん、勝手に入ったらええねん、はい、なあ、ほんでこっちはもう大物歌手がアコースティックとなんかでな、うん、でもまあ中渕さんもフルバンドで歌はったからな、あそこで。うん。どうぞどうぞ、コーラスもつけて、あ、この和室のところでね、うん、奥の和室で歌ってはったから。うん。あれも良かったけどな、うん。そういうのがあったらいいけどな、なかなか。こちら、さつま揚げの醤油、あぶりさんから。はい。ぜひ、皆さんこんばんは。こんばんは。10月31日はハロウィンでした。はい。ヤンタンでハロウィンパーティーをするために、ロフテドンキホーテに仮装するための衣装まで買って気合十分のヤンムス2人でしたが、結局メンバーで集まってハロウィンパーティーを行ったんでしょうかっていう、はい、え、やった、はい、やりました。何人で、あの、愛ちゃんと、うん、愛ちゃんのお母さんと、さゆみと、さゆみのお母さんと、うん、あと、亀井えりちゃんと、うん、先週来た、うん、と、亀井えりちゃんの妹と、亀井えりちゃんのお母さんで、うん、さゆみのお家に集まってみんなで、うん、はい、いいな、やったハロウィン、うん、はい、そうです、はい、お母さん仮装した、3人以外は、はい、お母さん仮装せんかった、しなかったです、あ、君ら仮装して集まった、はい、どんなの写真は、あ、写真も撮りましたよ、撮りました、見せてくれよ見せてくれよ、高橋何やってたっけ、私は、うん、あれ、あの、魔女です、魔女、かわいかった、いいじゃん、超似合ってます、あれは小籠包何やった、小籠包やった、小籠包ってショロやめてね、あんた変装してないやん、いや、ショロンポショロンポ、いや、だからメイクしてないじゃん、だからショロンポ、ショロンポです、どっかショロンポじゃないです、ごめんなさい、違うみたいですよ、違います、な、何やったんだ、道茂は、道茂は、はい、道茂は何やったんですか、制服着ました、うわ、かわいい、はい、何の何の、セーラー服です、それ普通じゃないか、お前あったん、か買いに行きました、買いに行きました、じゃあ買いに行ったけど、それ普通じゃないか、そんなのお前、でも仮装のコーナーにあったんだもん、はい、コスプレです、えコスプレ、じゃあハロウィンやろ、はい、ハロウィンで何制服で普通の顔して座ってるのか普通じゃないですね、ちゃんとなんかシールとかも貼ったし、こぎ、うん、ある、あ、そんな風味です、そんな風味どんな風味やね、仮装節風味はい、いや、はいじゃないのよ。おもんないな、それ。面白かったですよ。俺、あの、亀井よ。亀井。は、エリーは、かわいい。ちび魔女みたいな。うん、ドットの。ピンクの。うん、はい。かわいい魔女みたいな。あー。で、亀井の妹さんは、まあ、あの、サイビがメイドさん。ウミガメ？そう。道重がメイド服を貸して、で、メイドさんになってました。あー。ほいで、どんなパーティーやったの、ほいで。ご飯食べたり、ケーキ食べたり、お話ししたり、いっぱいお話ししました。写真撮ったりです。それで盛り上がって。はい。お母さんなんか料理作ってくれたんですか？そうです。はい。めっちゃ美味しかったです。はい。あの、小籠包のお母さんが作ってくれた。はい。はい、あ、料理うまいんだ、お母さん。お母さん料理上手です。何作ってくれた？そう。明太子スパゲッティとか。めっちゃ美味しかった。あと、そう。なんか、すごいいろいろ、ほうれん草と豚肉をなんか混ぜたようなやつとか。あと、魚介のスパゲッティとか。スパゲッティって言うんだけど、イタリアンにしたのか、その日は。そうですね。あとカレーライスも。うん、あ、美味しかった。はい。あと、お母さん特製サラダとか。うん。うん。はい。あ、その出してくれたら大変やったな、はい、お母さんも。はい。なあ、
それお母さん料理うまい人なんだ。あ、お母さん得意って言ってました。うん、で君のお姉ちゃんは参加しなかったそれ。わあ、はい、残念ながらいなかったです。何してた？ハロウィンの日何してたお姉ちゃん？お姉ちゃんバイトです。あ、バイトだったんだ。はい。バイト悩んでるの俺な。居酒屋でバイトです。ああ、そうそうそう。お姉失敗ばっかりしたんだろ。はい。うん。首にならんとまたやってあるんだ、お姉ちゃん。はい。一応頑張ってます。あやっとの写真あんま見せてくれよ、今度。でも見たって試合、そんなに見て、わーとか言うちゃうな。それ、どうも。でもなんかみんな可愛い感じ。ああ。じゃあ、おもろいのせえんの？おもろいの。なかったですね、おもろいのは。みんな可愛かった。みんな可愛い感じです。うわ、それそれとか負けたとかいうのないの？その格好。あ、可愛いです。え、マジの格好してピンポーンって入ってくるの？そう、ピンポーンって入りました、私。え、で、いいからもし、何、仮装していったはい。あ、偉いな。でもコート着て、バレンよ。あ、うん、一応コート着て、はい、タクシー乗って、はい、一応行ったお母さんと。お母さんと一緒に。はあ、お母さんも邪魔くさいわねって言ってなかった？言ってないですよ。そう、邪魔くさいわねーとか言って、ねえ、水色、ほんの、俺、招待してくれよ、ご飯、そんなお母さん美味しかったら。あ、ぜひ。上手なお母さん。お母さん上手です。もう仮装していくわ。お、仮装していくわ。仮装して。はい。じゃあその時は面白いの勝負しましょうね。ああ、道重もおもろい格好するわけ？はい。ほんとは、もう一つのハロウィンやろうよ、そしたら。あ、やりましょう。俺いっぱい持ってるよ、変装道具。楽しそう。俺もパーテンネンで行くわ、そしたらもう。うわ、あれやれると怖いな。怖いな。正直あれ、足取りやで、足取り。ないって、そんなもん。泣いて足取り犯人の足跡を足取りっていうキャラクターやった鳥の格好それであの足の格好で跳ねて顔出されへんねんここに目がついて顔出ないんですかご飯食べれないじゃないですか足取りあれもらわへんかったお前あんなもんいりませんよ何の活躍もせへんかった番組内でほんまやな。なんで庄司が入んねん、今話したもんな。あ、誰でもよかったですよね。誰でもよかった。そうそう。足だけなんですよ。で、動きとかで面白いことをしてもらいたかったけど、足だけやから、何することもできんかったわけよ。かわいそうやったわ、確かに。かわいそう。そういうこと。はい。親はおしまい。はい。やったー！やったー！道重親方のコーナー。このコーナーはアンポンタンな道重さゆみちゃんの家族のようにアンポンタンな家族の行動や言動をリスナーの皆さんから送ってもらうコーナーです、はい、そして道重親方にはそれがどれくらいアンポンタンなのか横綱、大関、関脇、小結、幕下の5段階のアホ番付をつけてもらいます、はい、それでは行きまーす。お願いします。札幌市の鉛筆親方さんからです。はい。うちの兄はたかが鬼ごっこなのに追い詰められ川に飛び込んで流されてしまい警察が出動する騒ぎにまでなってしまいました。はぁ、危ないですよね。あんな必死になるやつおるよね。かくれんぼとか必死になるやつ、ね、絶対見つかれへんようなと隠れたりしたら何にも問題考えたら相当追い詰められたんですね。前一回友達俺神社でかくれんぼしてて、はい、俺へんから帰ろう思ってから、うん、まさか思ってパッと覗いたら食卓で飯食うとったの。家帰ったり ねえ、昔はそんなことしてましたね。見つかれん帰ろうかー言ったらもう帰ってたりね。やんちゃですね。昔ほら神社が近くなってね、はい、かくれんぼしてて、はい、で友達が隠れた場所に、はい、盗難品を隠してる泥棒が盗難品を隠してるところで隠れてて、それでみんな集まってこれなんやこれなんやいう話になって、うわ警察に言おいて、うん、警察に言ったらその盗難品だったの聞いたの。へえ、いいことしましたね。ほんでそれをきっかけに犯人が捕まったんですけど、犯人は捕まったはいいんですが、はい、そこどっかの家の、近所の家の、はい、金持ちのボンボンだったの。それは近所の家のものを、癖やね、泥棒何もそれ盗むような家じゃないのよ、うん、はい、あ、そうなんですか。それでなんか見つけんとてよかったなって、あの兄ちゃんが犯人やな。知ってたんだ。いや、みんな知ってる人知ってる。で別に悪い人じゃないし、そうなんですか。ボンボンやし、なんでだろう。だからそれが面白かったんですよね、うん、盗むことが。だから佐藤とかそんなもんあるね。佐藤とか佐藤うん、
砂糖、塩とかそんなんまで、なんやこれ言ってて、あとなんか大きいもんとか、いろいろとこれなんやって言ってて、あもう肉じゃが作らさんようにしとったやん砂糖と塩とかの隠してちゃうねんそんなの人思い出話やん、ね、こうなった、はいはいどうぞ、はい、それでは飯が良かった番付は、はい、横綱ガッチャンでーす、はい、横綱出ましたね、これはいい線いってると思いますね、そうですか、はい、だから危ないじゃないですか、警察沙汰ですよ、向かってますよ、そうですねじゃあ続いていきます、お願いします、愛媛県のペンネームニューサマーオレンジさんからです、はい、うちのお父さんは自分の耳に蚊が止まったので思いっきり叩いて鼓膜が破れましたこれは痛そう、うん、鼓膜はそんな痛くない、え、叩いて破れるもんなんですか、簡単に破れる、嘘、鼓膜なんか簡単に破れるよ、嘘、ほんまほんま、どうやったらくっつくんですか、勝手にくっつけそう、え、そうなんですか、うん、知らない間に破れてるよ君らも、嘘だ、ほんとほんとほんと、鼓膜なんて簡単に、こういうのもパーンってやったら破れるもん、じゃあ破けたのかな今、じゃあ破けてんよ飛行機とかでも破けるんですか、飛行機とかで破ける？よくパチパチなりますね。パチパチってなるやつ。あれはあの、なん気圧のあれやからな、それは関係ないやけども。あ、関係ないんですか？うん、でも、うん、あ、破れてるみたいやで。気圧。あ、じゃあ別に病院行かなくていいんですか？鼓膜破れたら病院行かなくて、いや、治療のしようがないやね。はぁ。鼓膜破れてますね、ぐらいのもんや。え、聞こえないね。うん、あの、こっち側、それはもちろん、でも左耳片一方が大丈夫やったら、全然、だってこうしても喋れるやろ？こんな状態や。一つ耳塞いだ時の感じの声や、あんまり支障ないですもんね、あんまり支障ないじゃない、うん、大丈夫大丈夫いけるいけるよ、そこすぐくっつくし何日間かで、へえ、なるほど、うん、じゃあ番付は、はい、よー幕下おちゃんでーす、これ説明を聞いた後だったんで、そうですね、うん、肩でもすぐは外れると外れるからね、あ、肩はね、うん、それと一緒でもう簡単なもんですよ、へえ、もろいんですね、うん、どうでね、強そうに見えてもらえるですね、人ってね、深いなぁ、すごい小籠包次いきます、大阪市のラジオネーム、はい、駿河玲子さんからです、はい、うちの弟は目的は分かりませんが切った爪をジャムの空瓶に保存しています、やだどれぐらいちっちゃい子なの、やだ、ヤクミツルさんっていう漫画家は、はい、ずっとやってるよね、今でも、本当ですか、うん、へえ、なんで趣味ですか、趣味趣味、タレントさんのタバコ集めるのとね、タレントさんが吸ったこういうタバコを集めてこうにサンマとか、あでもなんかそれはまだ爪ですもんね、爪や、石井ちゃんもやってたのね、一時期なんかやってたか言うたら、爪を、なんでだろう、何が楽しいんだろう、集めたらどうなるかなーっていうやつでしょ、趣味なんだろう、ね、髪の毛を伸ばしたらどこまで伸びるんだろうかなーっていうようなもんです、爪って腐らないんですかね、腐ってくるみたいですよ、うん、そうなんだ、黒くなりますよね、うん、なんかそうみたいですよ、うん、それを見るのが楽しいんですかね、やろうな、うん、うんうん、なるほど、じゃあこれは番付は、はい、よー幕下おちゃんでーす、催眠にはわかんないあれなので、あ、まあ、人それぞれね、深いなと思って、人間深いな、いや、そんないらんから何をお前パターン化して広げようと思ってケツから、ね、何が人間深いな、人間って深いな、ちらちらこのばあちゃんでいくのさんまちゃんいうような顔してね人間って深いね、どれの見とったせえへんわ、すいませんやっていきます、神戸市の佐野篤さんからです、はい、私の姉は新聞のラジオテレビ欄の出演者として書いてあった妻夫木聡の文字を指して僕にこの4文字熟語の意味はと真顔で質問してきたので、うん、秋の虫がたくさん鳴いてるように騒がしいって意味だと答えると納得していましたそれはうまいな、昔は俺はネタでやったのは竹脇無我さん、初め4文字熟語やと思ってましたっていうネタ昔やってましたね、大和田爆さん、でも難しい感じだとそう思っちゃうんですよ、滝脇武賀さんはね、でも本当にあの見た目ものすごく不思議な、あの字でしたよ、滝脇武賀っていうのは、無我夢中の無我ですからね、で竹に脇ですからね、竹の脇に、このね、人間の脇の脇ですから、はい、竹脇無我、無我、無我の境地の無我ですから、あれ四文字語なんですよ、完全に竹脇無我って、
よ。かっこいい。うん、すごい。二枚目俳優さんですけどな、君らも知らんやるけどね。はい。竹脇無我さん、そうでした。そうなんだ。じゃあどう？はい。番付は。よー！おー、ぜき。ごっちゃんです。うん。はい。これはまあまあよかったの。まあまあよかったです。なるほど。どういうところが？妻夫木さとしさんっていうその四文字熟語がまあそういう感じで深いなと思う。深いなって。何が？人間って深いなと。もうえ？感じました。なるほど。なるほど。ということで、このコーナーではリスナーの皆さんから家族のアンポンタンな行動言動を募集します。はい、それを道重親方が判定しアホ番付を行います。以上、道重親方のコーナーでした。はい、ということで、11月21日発売されます35枚目のシングルを聴いてください。モーニング娘。でみかん。日曜まで英語が言えないっていうのはあかんで。だからフライデーは得意ですよ。フライデー、いやいや得意ですよとか言うもんね。それ言ってることでもおかしいよ。フライデーが得意ですよのも。FRI。FRI。うまいね。フライだ。フライ。土曜日は分かれんねな。はい。STY。あれ？それが日曜日でしたっけ？ステイ。サンデー。Q シートに書いてある。おう、これだ。ああ、いいや。サタデー。あ、これ土曜日って意味なんだ。すげえ。だから、昔のあれ、水平リーベ、僕の船とか、うん、いい国作ろう、鎌倉幕府とか、いろいろ勉強で覚える、はい、数え歌みたいなのが今、しなかったもんな、お前。しなかったです。月曜日に彼女の胸揉んでとか、火曜日にチュースでとか。なんで月曜日胸になるんですか？知らんがな、そう勝手に作んねえんだよ、そんな。ああ、覚えづらくないですか、逆に。覚え、そうして昔は覚えてる。お前らも水平に言え僕の胸の時代じゃないんだろ？全然わかんないです。元素記号。水平に言え僕の胸、マガールシップスクラークって。ああ、知らないですね。何を調べてるのかわかんないですもん。そうそう、サインコサインタンデリ。ああ、それか。人よ人よに瞳頃、富士山ロックにオウムナックとか歌えになったのよ。へえ。お前ら全然そういうのが、時代が、なんでああいういい文化を残さなかったんやろな。全然聞いたことなかったです。ないです。普段、いい国も知らんもんね、最近。いい国作ろうか、鎌倉幕府は知ってます。だから、あとどんな、お前ら覚えてる？え？だから、いい国作ろうだけじゃなくし、歴史でも、白紙に戻そうとか、人の世を虚しい応仁の乱とか。あ、それは知らない。ね、そう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 。あったやん、そんな。
ああ、だから知らんねん。お前、いい国作ろう、鎌倉幕府だけはみんな知ってんねん。あと、泣くよ、ウグイス。平安京。うん。はあ。一八六八大砲なって明治の世とか。ああ、そうなん。え、それお前、学校でみんな言わへんの、そういう。こうよね、こうよねって言い合いするやんか、普通。そういう。先生が言ってくれて、それで覚えたりとか。それはやっぱ言わはんの、いい国作ろう、鎌倉幕府は先生も言わはんの。先生が言いましたね。あ、そういうのみんなで覚えないんだよ。先生自体がもう知らへんのちゃいますかね、そういうのね。いやいや、やること多いから、こいつら、俺は、あれ、やることないから、そんなんで数え歌で歌いながら帰ったりしたから。うん、いやー、今やっぱ時代やね、これな。うん、他にすることがいっぱいあるから、携帯だ。だから俺らもなかったから帰り道も暇でしゃあないから、なあ、すげえリーベー、僕らもねとか言って、歌いながら歩いてた。それしかないねん、もう。なるほど。そうそう、だからやっぱり今、いや、やることがいっぱいあるから学力落ちていくんだ。ああ。うん。どうぞどうぞ。はい、いきます。千葉県のラジオネーム、ビアンコロ・コーネーロさんからです。10月27日。たまたま小池徹平という若い子にテレビ局の廊下ですれ違い挨拶された。よくわからないまま、ああ、頑張れよ、と言い、別れてからマネージャーに聞いた。今の誰や？小池徹平を知らないんですか？ほら、ウエンツ瑛士と二人組のバンドワットをやってる子ですよ。ああ、ウエンツ瑛士、と言ってしまってからしまった、と思ったがもう遅い。呼んだか？と楽屋からゆで卵を口に加えた坂東英二さんが現れた。いえ、読んでません。そうか、ところで今年もわしの甲子園で脱三振記録を破るやつは現れへんかったな。その後90分親指にいたおっさんの独演会は続いた。恐るべしオスのオカメ。ウエンツ英二君ね。小池徹平は知ったよ、正直。知ってますよ、うんうん、ウエンツ君も知ってるし、うん、今は誰が一番やっぱり嵐なの。今ニノニノいてるね、ほんまに。本当ですか、女の子は。そうなんだ。最近ニノニノニノって聞くわ。何やねんな、魅力あんのかな。演技力とかすごいからじゃないですか。あ、ニノ多分すごい映画出たりとか、うん、あ、そうなの。渡辺謙さんと一緒に、あ、あの地方省のやつは、うん、ハリウッドのやつ。あ、ニノ出とんの。出ましたよね、ハリウッドの映画、硫黄島。ああ、あー、そうか、4時間からの手紙か、うん、はい、あ、そうか、あれはニノか、はい、なるほど。今はニノなの、誰なのかな、誰なんですか、ね、なあ、一番人気は、若いやつの間ではないのか、そんな、あんまりピンとこないんだ、うん、あんまり、なあ、何な、分散してんねんな、今、うん、さあどうぞ。はい、富山県最後の雑炊さんからです。10月28日。先週のヤンタンは声が枯れてて大変だった。思い通りに声が出ないと僕の面白さも半減だなと感じた。そんなことよりも収録中にもっと悲しいことがあった。さんまさんの態度や、先々週に愛ちゃんが声を飛ばした時は愛ちゃんにさんまさん自ら蜂蜜を飲ませてあげていたのに僕には何にもしてくれへんかったことや、僕とさんまさんの付き合いもかれこれ30年や、当然僕にも飲ませてくれると思い口を開ける準備をしたのに悲しい現実やった。僕がセカンドに滑り込んで足を複雑骨折した時もあの人は笑ってあった。あの人が盗塁のサインを出しはったから一生懸命走ったのに。よし、来週のヤンタンでさんまさんに向かって口開けてあーんって言ってみよう。え、まずあれだった、うん、風邪ひいて、選手正直風邪ひいて、うん、全然出なかったの、うん、お前4日ぐらい出なかったよな、はい、やっぱ喉に来るんですね、最近、うん、あ、そうみたい、あの、ガラガラでいっぱいおる、今スタジオであの出演者に、うん、声ガラガラのやつ、うん、だからあれ庄司もや高橋もやと思ってて、はい、この間も現場行ったらまた あいつもやとか言ってね、うん、声に、しかも、しかも長いんですよね。そうそう、結構出ないのよな、これ普通なら寝たら治るじゃないですか、治らなくて、みんなそうみたいな、なんか今年の風邪は、はい、喉に来るんだ、うん、ずーっとよーみんな枯れてあー言うとるわ、うん、もう接種しとったらよろしいですよ、本当に。辛いですもんね。うん。そうやよね。うちに。まあまあね、うん、大丈夫でしょうけどね。大丈夫ですかね。大丈夫よ。ああ、大丈夫。じゃあ次行きます。山口県の何々さんからです。10月29日、テレビをつけると、元官庁の偉い人が国会に呼び出されて、責め立てられていた。何でも取引先との接待ゴルフ三昧で、プレー代だけではなく、ゴルフのクラブ、そして交通費まで出してもろうってたそうや。
まったくとんでもないやつや。よし、ゴルフのことはゴルフで反省してもらおう。罰として18ホールの間ずっと大声で自分の自慢話を喋り続け、何気ない言葉で吉本の偉いさんの精神状態を不安定にさせてしまう52歳の陽気なおっさんとプレイしてもらおうというのはどうや。これは反省するやろ。まあ、そういうことでもね、昔はもう暗黙の了解で、うん、あったんでしょうね。あったんですけどね、そういうこともできない時代になりましたですよね、逆に言えばね、うん、俺らも分かってたのにね、こう表面化するとね、仕方ないよね、うん、あの我々昔は当たり前のことだったんですよね。もうこうやってもてはるやろなとか、接待とかね、うん、あ接待してはんねや、やったんですけど、うん、今は接待したらね、ああいう大事になるわけですから。わかんない。もう、ね、なんか不思議な時代ですよ、今。うん、もう、あらをつっつくね、傷口をつっつく、すごい時代になりましたですね。うん、これは、困りますよね、うん。当たり前のことだったんですけどね、あれ。うん、かわいそうにね、あれ人もね、もうやめなきゃしゃあないでしょ。うんうん、奥さんも連れて行ったらあかんやるけどね。いろんなこと書かれてましたもんね。人間でもやっぱり自分は悪いなと思ったらもう全部言い出すんですね。まあまあ。娘のことからもういろんなこと言ってましたもんね。いけないよね。あかんよね。さあ、続いていきましょうか。はい。札幌市朝昼晩芋料理さんからです。11月1日。最近仕事場に必ず持っていくメモ帳がある。このメモ帳には独自に調査したいろんなタレントさんの嫌いな食べ物が綴られている。なぜこんなものを作ったかというと、お弁当にそのタレントさんが嫌いなおかずが出た時にもらってあげるためだ。俺はお腹いっぱいになるし、相手からも感謝される。まさに一石二鳥の名案だ。ただそうやって苦労しておかずをもらっている俺の横で、今日もおくれさんは堂々とおかずちょうだいともらい歩いていた。やっぱりあの人には勝てそうもない。そうですね、うん、いつも僕はまっちゃんと新幹線で弁当食べながら帰るんですけど、はい、まっちゃんが俺が好きなナスを最後に食べるんですね、うん、いつもまた食べへんのって聞くんですけども、はい、いや、師匠後でいただきますって言うんですけどね、食べへんのかって言うんだけど、なかなか食べないですナスを。なんでだろう。なんか自分の段取りあるじゃない、食べるもんって。はい、お前食べるんだったらくれや。いや、本当に僕食べますから、本当に。じゃあ、お前何で食べへんねん、それ。面白い会話。ご飯があった方がええやろ、その、ナスのなんか煮付けみたいなやつなんですけど。いやいや、師匠、ご飯なしでこれいただきますので、私の決まりですから、っていうか。決まり。それ、ご飯と一緒に食べた方がええで、まっちゃん、言うねんけど、なかなかくれないんですよね、あれ。好きなんじゃないですか。抹茶も好きみたいなんですよ。でもいつもそれ最後に残しちゃうからね。しましたでも人間って、でも好きなもんって意外とさっき食べるけどな、俺は。個人差やね。個人差やね、これは。いろんな子いました、給食でも。なあ。残してると思ったら最後に取っといてる子だったりとか。見てる、見てる。そうそうそう。さっき言った美味しいものを食べる人とな。俺も先に食べるタイプやね。うん、美味しいものの方から。うん。うん、いきなりさやな。残す人といろいろいるね。いますね。親方はどんな人やの？サイミンも最初にガーッと食べる派ですね。はい。うん、サイミンもうすぐご飯食べんの？ご飯食べます。食べ物の話はやめて。ご飯食べますよ。一杯ぐらいやろ、でもお茶は。そうですね。軽く一杯ですかね。サイミンすっごい好きだろ、子は。大好き。お母さん料理うまいからな。そうなんですよ。ああ、それは困らへんね。これもまた考えもんなんですよね。料理うまいと絶対食べるもんな。いっぱいで収まれへんのよね。そういっぱい食べたくなるなって。もう、あれはね、そういう太ってるお父さんお母さんね、お母さんが料理うまい人多いよね、やっぱり。の本人がぐうたらで、お母さんが料理うまいとバカバカ食べますからね、あいつら。うん、だから最後気をつけてね、その親方とかな、そんな嫌やんか、小籠包とか肉ねんもな。嫌です。はっきり言うてね。さあ今日はもうね、色っぽい写真集も出したことやから、
高橋もいつまでもね、こういうか、こういう雰囲気で やったらええねん、お前も。こういう色、お前さ、カメラマンの前ではできんねんな、こうして色っぽい顔とか。それをここでやったらええだけのことや、これ。これどういうこと考えたの、この表紙の顔は。どういう感じで。夕日に当たって。うん、これでよくわかんないです。何も考えてないですよ。嘘言えや、お前。何も考えてないですよ。色っぽい顔とかこうしてできるからやな。それから、うん、そういう感じの顔で言ったらええねん。いいね、いいねとかってやっぱりこうカメラマン言われるわけ。いいね、今のいいよ。このカメラマンさんは言わなかったです。全然言わないの。はい。マジで撮ってるだけ。はい。あらま。そうなんだ。あ、そんなよくなかった。お父さんみたいな。お父さん。ああ。風邪ひいてないかとか。寒くない？優しい？手紙、手紙送りなさいとかそういうこと言う。いや、本当にお父さん。お父さん。こういうことや、早い高橋行け。はい、行きます。大阪市のグループアーさんからです。どうすればいい？だからお前な、普通やないか。それどうすればいいですか？そのかけてる場合か、お前。何がですか？何がですか？どうすればいいのっていう困った感じや。困る。はい、どうすればいいんですかっていう。はい、どうすればいい？まだ色っぽさかったかな。まあいいか。はい。ここは。あ、行こう、親方。奈良県生駒市鬼ヶ島攻撃隊からです。初めて見た。おー、まだましや、まだましや。初めて見た。よかった。勉強家だな。よいよ、あの、親方、偉い。高橋や、問題は。はい。な、こんな、お前、写真集ではやっといてやな。やんたんだけやらないって、お前、それおかしいもん、そんなの。はい。じゃろ？はい。もう次行け。豊中市の、塩塩のパーさんからです。やってみるね。高橋、お前。わかんない。やってみるねって。だからちょっと大人っぽくしたんです。じゃあそれはお前高橋が見すぎやん、お前。それ高橋の男役の言い方やないか。やってみるね。男役になれますかね。で、もうなれよ。なってもいいけど、これは今関係ないね、男役。関係ない。ね。やってみるね。やってみるっていう。やってみるね。じゃあ、やってみるねっていう。そんな、やってみるねっていう感じや。はい。やってみるねじゃないね。はい。はい。やってみるね。違う。やってみるね。やってみるね。うん、ね。やってみるね。お前。やる気出せ。やる気はあるんですけど。なんかお前写真集だけでええねんな、お前は。よくないです。ああ、寂しげも挽回してくれ。はい。お前に頼る俺らも情けないわ。頼ってください。お願いします。はい。阪南市ラッパの八太郎さんからです。まいった。はい、まいった。お前鉛筆投げないと。なあ、ほら、ショロンボ、はよ、はよ、なんやったっけ、なんやったっけ、おい、なんやったセリフは、なんや、もうまいったです。まいったや、もうまいったや、まいった、うん、はい、まいった。じゃあ、まいったでええねん、大阪弁つかなくてええねん、そこ。まいった、まいった。え？なんだ、親の子前は、おぉ。ああ、もう一回や。はい。まいった。違う、もう。違う。いや、全くだな、お前ら。すいません。おしまい。さあ、今日もね、はい、無事に、本番終わろうとしました。はい台湾の方にね、行ってきて、はい、また次はどこ行くの？もう今年はないの？え、グアム？ああ。どこ行くの？何も予定ないです。じゃあろう、もう、ハウルプロワーってやろ？いや、まだ、モーニングのライブが。あ、今度はモーニングのライブがあるのか。はい、あります。大変やな、忙しいな。12月1日が最終日。はい。1日は、どこで？東京厚生年金会館です。はあ、それが終わったら今度紅白に向けてか。そう、出れれば。そういうことになってくるなぁ。別にお前も紅白2回出てんの？いや、4度だね。あ、もう、え？お前もう4回出てんの？はい。すごいな。出させていただいてます、ね。4回もお前。はい。え、もうむずって何回出てんの？紅白。9回です。え、もう9回？はい。すごいな。
早いなぁ。今年で10年なんで、今年出れれば10回目。はい、10回目。え、高橋もなんか出てたの？私7回。嘘やん。6回 ?6 回も出てるのもう。そうですね。うわぁ、早いなぁ、うん。もう無理ね。10年。はい、はい、うわーっという間やな、ほんまにもう、ね、これで年いて結婚して子供できたので、お母さん実は紅白出てたんよって話、そうそうね、何十年後かなってんねやろね、かっこいい、あのほんま4回でも出てりゃもう、うん、4回も出たのになるから将来、うん、すごいよね、うん、4回も出てるんだっていうことですからね、はい、とりあえず、それはまあね、どうなるか今年は、うん、はい、わかりませんから、わかんないです、俺もやっぱり将来のために紅白出とこかな出てほしい、紅白出たんだよって言えるもんないつまでも紅白は残るやろな、あの番組はどれぐらいで終わんねやろな、なんか終わる気がしませんけどね、紅白高橋は終わらないのかな、あれは、うん、まあ一応イベントとしては残るん違いますか、残るか、お祭りみたいなもんやからね、残んねやろな、一回出とった方がよろしいですね、嘘やな、一遍出とくか、あれ、はい、よし、わかった、出たらやるなというわけで、お相手は明石家さんま、村上庄司、モーニング娘。の高橋愛と道重さゆみでした、また来週、さようなら、さようなら。